亡者の輸送機がアルシア山脈に墜落しました。墜落当時、一帯は激しい吹雪に見舞われており、天候不良が原因かと思われましたが、監視衛星には直前に大型の熱源反応が記録されていました。そのことから、輸送機は撃墜された可能性が高く、輸送物資の強奪を目的にした敵勢力の作戦行動と思われます。輸送機には我が社の極秘資料が積まれており、何者であろうと渡すわけにはいきません。資料の積まれたコンテナの破壊を依頼します。邪魔者は誰であろうと排除してください。全額前金で支払います。必ず遂行するように。
別信号からフライトナーズ断定、速やかに排除してください。